こんにちは、Fスターの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというチャンネルでございます。今回ですね、ザ・クリエイター・創造者、見てまいりましたんで、こちらのネタバレなしレビューやっていこうと思います。監督はですね、ハリウッド版ゴジラだったり、あとローグワンですね、ここにも貼ってあるんですけど、ポスターモンスターズとかね、最初の作品であったりしますけど、ギャレス・エドワーズでございます。はい、イギリス出身の、映画監督ですね。まあ7年ぶりらしいですね、ローグワン以降なんでね。でかなり空いたなという感じなんですけど、一応ねハリウッド大作の作品なんですけども、オリジナル作品になってるというところで、しかも SF だっていう感じで、結構珍しいんじゃないかなと。今ね、最近だとね、もう原作かなんかね、本だったり漫画だったりそういうものがないと、ビッグバジェットでね、映画作らせてもらえないというところがある中、オリジナルだというところでね、かなり注目しておりました。あと、最初に出たねポスターがかっこよすぎたんで、この世界観すごいなという感じ、スターウォーズっぽさも感じたり、あとブレードランナーっぽさもなんかあったりしてね、これは面白そうだなと思っていた作品でございました。どうだったのかっていう感じなんですけど、ここからねネタバレなしでちょっと話していこうと思います。それじゃあやっていきましょう。僕ですね、後ろ見てもらえれば分かると思うんですけど、 SF が一番好きなんですよ僕。映画のジャンルだとね、まあ、スターウォーズはもう昔から大好きだし、まあ、マトリックスとかブレードランナーとか、まあいろいろ好きなんですけど、そんな中今回のクリエイターはですね、かなり革新的な、この作品を機に結構 SF 映画変わってくんじゃないかなと思うようなね作品でございましたね。大まかに言うと、ストーリー自体はかなりね王道というか、まあ普遍的な話になっているんですけども、それ以外の要素、まあ世界観だったり、デザインだったり、あと撮影の仕方だったりね、そういったものがね、もうかなり、現状のやり方じゃない方法で作っている、作品でして、そこがね素晴らしいなというところですね。ちょっとすいません、先にね撮影の話をさせてほしいんですけど、今回 FX3 というねカメラを使っておりましてね、一応ソニーのね、シネマラインっていうね、まあ、映画みたいな、ルックで撮れるカメラだよっていうボディなんですけど、普通にね量販店で売ってるカメラなんですよ、日本でも。だいたい60万円ぐらいですね、ボディだけで。で、僕のね普通に映像を撮ってる現場でもたまに見るなという感じで、カメラ系撮影系の YouTuber の人も、結構使ってる人が多くてね、 FX3 っていうカメラは、はい、なんで結構、日本でも海外の人でも、まあ馴染みがあるカメラで撮ってる作品でして、それがかなり革新的だなというところはまず1個ねあると思いますね。まあいろいろね、まあレンズは多分シネマレンズつけてると思うし、まあいろいろねガチャガチャつけてると思うんですけど、まあそれでもね広く見られる作品で、そういうカメラを使ってるっていうのはかなり革新的だなと1個思いましたね。だし実際見てね、めちゃめちゃいいんですよね、ルック。やっぱ普通に絵が良すぎるという感じ。あと制作過程ですね、これもかなり今回普通とは違うねやり方で撮ってるそうで、まず、まあ、普通の SF 映画とかだったら、まあ、グリーンバックとかで緑のスーツ着て、何にもない空間で撮るみたいな感じが多いと思うんですけども、今回は先に実景でいろいろ撮って、その後の編集段階ポスプロですね、そこでいろいろね SF 的な要素というか VFX を足していくというね手法を取っているそうで、そこでも制作過程でも革新的だと。ギャレス・エドワーズが昔やった1作目のモンスターズっていう作品があるんですけど、そのスタイルでやったそうで、なんならモンスターズに関しては、CG ですね、 VFX 全部、ギャレス・エドワーズ本人がつけてたっていう、かなりねむちゃくちゃなエピソードがあるみたいなんですけど、モンスターズでやったインディー精神みたいなものをそのまま拡張してできたのが本作であるというところですね。いやこれはかなりすごいんじゃないかとめちゃめちゃ思いますけどね、僕はね。っていうのもあって予算が8000万ドルですね今回、なんで超大作の作品の半額になってるっていう、ここまで予算を抑えてでも見てる方としては全く違和感がないっていうのが、とんでもなかった、素晴らしかったなと思うところですね。ほんとまずこれができたっていうところが、すごいなというポイントでございました。でもう一つはやっぱね世界観ですね。
この作品世界観がもう突出しまくってますね。最近の SF 映画の中でも、かなり群抜いてるんじゃないかなと思いますね。素晴らしかったですね。まあメカのデザイン一個一個撮ってもむちゃくちゃかっこいいし、アジアの田舎ですね、なんか田んぼとかね、山とか、アジアっぽい今の風景の中にロボットだったり、まあ飛行機、車だったり、まあ建造物が立ってるっていう、このビジュアルがここ数年の中でもかなり突出してるんじゃないかなと思いました。ここはね、本当に良かったですね。そういうのもあるし、あと、ギャレス・エドワーズ独特のね、ギャレス・エドワーズらしい絵がかなり多くて、そのなんでしょう、モンスターズの時に感じたようなね、エモい風景っていう感じ、あの、いわゆるマジックアワーっていうね、夕暮れ時の、光が超回ってる状態のエモさを感じる風景の中に、SF というかそのロボットだったり SF 的世界観が立ち上がってるっていうのが、これはギャレス・エドワーズじゃないとダメだろうなっていうね、感じにかなりなってたなと思いましたね。だからもう全体的に絵としては本当に文句がなかったなと思いますね。素晴らしかったですね。 SF 好きの僕としてはね、いろんな SF 作品からの引用がかなり多くてね、そこもかなり楽しめたポイントでありましたね。まあもちろんスターウォーズっぽさあるし、てかなんならローグワンみたいな感じかなり感じますし、あとやっぱりね、ブレードランナーですね。はい、ブレードランナーみたいな感じ、てかまあ東京で撮影してるところもあったりするんで、もうそこはもろにねブレードランナーっぽいなと思ったりしますし、ブレードランナー以外のね、サイバーパンクっぽい作品の影響も受けてるなというか、この作品の影響強すぎないみたいなところはあったりしますね。はい、っていう感じで、やっぱ日本リスペクトみたいなものもめちゃくちゃ多いですね。なんか場所日時みたいなテロップがパーンって出たりするんですけど、そこもねなんか下でカタカナで日本語が入ってたりとか、思ったより日本好きなんだなこの人みたいな感じ。まあゴジラ撮ってるからな、日本好きなのは好きなんでしょうけど、まあこういうね嬉しいポイントもあったりしましたね。はい、まあ、全体的に素晴らしいなという感じでございます。はい、まあ、ストーリーなんですけども、かなり普遍的かなという感じもあるし、まあベースとしては戦争映画なのかなっていうのはありましたね。しかもなんだろう、結構リアルな戦争映画かな。うん、なんかパンフレットみたいなね、いろいろ書いてあったんで、ああなるほどなという感じがありましたね。この作品でかなり思ったのは、かなりアナーキーだなというねところですね。はい、反体制的なねストーリーというか、そういうテーマみたいなものをかなり感じましたね。はい、かなりパンク精神というか、大きなものに対して立ち向かっていくというね、ものをかなり感じました。これもやっぱねスターウォーズからの影響があったりするんでしょうけども、まあ野心的な作品であったなというところはひしひしと感じておりますね。やっぱね今作ね AI っていうものがかなり絡んでくる作品でありますんで、今のね僕たちのこの AI かなり身近になってますよね。はい、まあチャット GPT があったりとか、まあ、AI で画像生成とかね、最近また AI のねレベルが1個上がったっていうことで、その僕たちの AI とのね関わり方みたいなものがまたちょっと考えられてるところでですね、こういう作品が出たっていうところで AI との距離感みたいなものを今一度考えるね作品になったなと思ったりしましたね。これはね見た方がいいですよ。はい、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンも良かったですけど、今作も良かったですね、やっぱり。はい、今週は無理して2本見に行って良かったなと思いました。はい、良かったです。じゃあ次回はねネタバレあり編でお会いしたいなと思いますね。良ければコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。X、各種音楽サイトにてデモ音源配信しておりますので、よければ概要欄の方からチェックお願いいたします。それじゃあまた。